食べるやつや。せや。何？サブウェイ。サブウェイ。ああ。サブウェイ好きな。大好き。何買ってんの？見る？うん。俺はでもサブウェイもう1回ぐらいしか行ったことない。うずやん。うん。俺サブウェイめっちゃ行くで。へえ。なんていうのこれ？チリチキンっていうかな？チリチキン。チリチキン。ちょっと辛いチキンやね。ホットドッグやな。違う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 。ちゃん。チリチキン。入ってる入ってるこれチキン。チリチキン。に野菜を上限っていうね。上限？最大まで入れてもらうやつ。へえ。にもうピクルスとかあるやん。うん、辛いのとかも全部入れ。そしたら全部入れる。それパンは？ホワイト。あ、それも種類あんねん。焼いてる。ウィードとかあんねん。ごまとかセサミとか。ウィード？ウィードとかセサミとかあんねんけど、俺はもうホワイトの野菜上限。でかいな。でこれ食べても全然ヘルシー。ああそう。でかっ。食べてへんでしょ。いや、食べてんのと一緒だね。めっちゃ悔しい。ダイエットしてるじゃん。あ、すごいチンポのところに落ちたピーマン。チンポ言うたり今食べた。チンポ言うたり。40日でそんなに人帰る。ちょっと、どんな感じ、普段の感じ。最高。もう絶対それなんや。でも毎回帰るけど一番好きなのこれ。そんな行くん？ルミネの近くにあるの。すごいあれやねんな、そういうのめっちゃ食うねんな。46やの、そんなんめちゃくちゃ食うねんな。なんかあかんとか。いや、なんかそのたまに言うやんね、もう魚しかあれやねんみたいな言うから、あんまりなんかなと思う。そういうのめちゃくちゃ食うねん。めちゃくちゃヘルシーやから。もうそう、野菜多めにしてるから。ほんまにダイエットの味方やねん、サブウェイって。そうなん。カロリーめっちゃ低いね、これほんまに。いや、カロリー低くはないよ、パン食うてるやん。パン自体のカロリーが少ないやつや。いや、少ないね。パンなんか一番かんの。野菜するほどはどうかな。それとな、これなんだ、これ、他はミネストローネ。これは今日はどういう買い方した。単品、セットってこと。単品単品かな、うん、いや、でも、セットにできん。絶対もそのじゃあこのセットが一番多いってことなんや。これとミネストローネが、うん、うまそう。マスト。マストも絶対。あ、マストね、うん、なんて言ったの。マストって聞こえた。まあ大体な、もうソースとかもおすすめでって言うて終わらす人多いね、うん。これ醤油のな、わさび醤油とか。その選べるんや。カスタマイズがすっごいから。だから玉ねぎ抜きとか。ああ。玉ねぎ多め。うん。めっちゃあれやな、やっぱカス、吉野家でもめっちゃカスタム言ってたもんな。ね、頭の重り。頭大盛りとか。うん、ネギ抜き？ネギやり。ネギやり。もうね、頭ね、うん、ダクダク。めちゃくちゃ。頭大盛りの。ちょいダク。ちょいダク？ちょいダク。ちょいダクっていうか、ついダク？ダクダク？ちょいダク。ジャクジャク。弱しようでもこんだけカスタマイズでもするっていうことはそれだけも言ってるってことやな。確かにな、めちゃくちゃ言ってる。もうでもこれがサブウェイのやつは全部食べた、うん、メニュー。ガチで、ほんま？ガチで。でもなんかこれが一番いいやん。チリチキンめちゃくちゃうまい。いつ頃からサブウェイ行ってるの。大阪の時に行ってる。でもちっちゃい頃から言ってるな。嘘ついてるやん。食ったことなかったよ。なかったし。親父と東京来た時いつも食べてたな。え？親父と東京来た時いつも食べてた。子供の時、うん、いやもう知らんかったよ。親父が原宿の店やっててさ。言うてんかった。親父知らんかったやん、東京っていうことも。東京知らんまま死んでいって。
それはほんまやろ。働いとったわけよ、東京で働いとった、東京で働いてた、働いとったわ、親父、親父嘘ついてる、親父嘘ついてる、丸の内で働いとったわ親父が、あ、株のトレーダーやっとってん、嘘ついてる、株と町の風雲児って言われてたわ、どこがやねんめちゃくちゃ美味しい、このミネストローネがまたええねん、サブウェイのちょっとあのセロリ効き目やから、セロリ効き目よう聞いてんねん、どういう意味やでも意外やった、なんか、いや美味しいと思うけど、うん、まだこういうの食うんやなんかよう言うやん、なんかそのもう魚しかあかんねんみたいな言うてるから、でもこういうのあんまもう食わへんのかな、ただむちゃくちゃ食うてる、最高、なるほど、でもこれがおっとさんサブウェイ最高、本当においしい、サブウェイ大好きすっごい太ってるやんすごいね、やっぱ年末のあれ、40日ぶりに会うたらもう下半身がすごなってるわ腹から下半身が、いやいっぱい食べたわ、プロ野球選手みたいなケツのデカさ、いやいっぱい食べた、でも次の、うん、今日取り終えた分の次の取る時でもガリガリになってるから、あ、ダイエットしてたこと、びっくりするで、もう始めてんの、始めてる、いつから始めてんの、もう今日、今日今から痩せへん今から痩せへん、今から 体重測ったんですか、一回73キロになってた、昨日サウナ行って、木曜何キロな、俺マジで、うん、63、10キロ遅くすること、来年1月までに リバウンドのない痩せ方するから、ほらもうすごい話、すごい話してるよすごい話してるのに、なんでそんなちょっとピタッとしたやつ聞くだからもうちょっと痩せた時に買ったからさ、ほんなら もし痩せれてなかったら、その1月中に10キロ、今から10キロ落とせてなかったらどうする視聴者に100万円プレゼント、オッケー、いやいやいや、したい気持ちなし、そんなんはあの絶対せえへんから肛門の写真撮らせてくれYouTube 2つあるけどいい、今病気で1個増えてるけど大丈夫か、増えてるの、うん、このよく見たよし、いやー、ごちそうさん、サブウェイ最高、登録者数が100万人いきますように、よっしー。